特殊偵察連隊はイギリス陸軍の特殊部隊。部隊創設は2005年4月6日。連合王国特殊部隊を構成する主要部隊の一つで一般にはヒューミントタイテルを任務とすると言われている。北アイルランドでテロ活動を取り締まるために活動していた第14情報中隊が原型とみられる。連隊の活動内容。 指揮系統、要因の採用方法などについてはほとんど公開されておらず、同連隊については不明な点が非常に多い。また、イギリス陸軍の連隊としては珍しく、名誉連隊長が存在自体も含め不明である。政府関係者がこれまでに公に認めた特殊偵察連隊の活動は2005年のロンドン地下鉄における ブラジル人男性射殺事件についてのみで、この事件の際は特殊偵察連隊の要員がロンドン警視庁の指揮下で情報収集任務に当たっていたとしている。また射殺を実行したのは特殊偵察連隊の要員ではないかとの一部、報道は当局がこれを否定している。また、2005年の英軍によるイラクのバスラ警察署九州にも 同連隊の関与が一部報道によって指摘されているが、これについて政府関係者からの公式のコメントはなく、憶測の息を出てはいない。2009年にはリアル IRA など非主流派リパブリカンを監視するために活動したと言われている。SRR 隊員は舞台のバッジがついたエメラルドグレーのベレー帽を着用する。ありがとうございます。